全体的にすごい調子がいいですし、みんなすごくこうテルさんのやりたいサッカーというのを体現できるというと思うので、まあ、この調子で、うまく調整していって、試合に向けてうまく、調整できたらいいなと思います。攻撃的サッカーのところは自分の、特徴だと思うので、そういうところは出せたと思いますし、試合が始まってもそういうところの部分というのは出せできるかなと思います。結構やりやすいかなと思う、まあ、そんなに寒くもないし暑くもないので、結構やりやすい環境かなと思います。まあ、実際選ばれてみて、まあ、嬉しい反面やっぱり責任感というか、オリンピックに本大会に出場しなきゃいけないという責任感がすごく増えたので、まあ、その嬉しさよりも、このチームで立ち上がっていくことっていうのが、個人としてもチームとしても大事だなというふうに感じました。まあ、攻撃の部分で、なかなかこう噛み合わない時期っていうのもあったと思うんですけど、そういう部分っていうのは、すごく噛み合うようになったというか、全体的に連携の部分でうまく崩せるようになってきましたし、そういう部分っていうのはすごくいい方向に向いてるんじゃないかなと思います。まず初戦が一番大事だと思うので、まあ、そこに向けて、チームが一番になって戦って、必ず勝つよう努力しています。まあ、クロスの部分で、クロスの対応というのは、昨日から練習しているので、そういう部分で、おそらく大外で、パワーで大きい選手が、構えてくる部分が多いと思うので、まあ、サイドバックがそこで跳ね返せるか跳ね返せないかで大きく試合が変わってくると思うので、そういう部分でしっかり対応できるように、できればいいなという。